日本で一番標高の高いラーメン専門店だと思う。大正軒の豚魚のスープと味噌が合わさるとこんな感じなんだね。すする TV、 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日もですね、長野県の方に来ておりまして、今いるのがですね、道の駅北信州山の内です。この志賀高原の方とかね、僕全然来たことがなくて、人生で初めて来るエリアなんで非常に楽しみなところではあるんですが、桜もねすごく綺麗に咲いてます。本日行くのがこちらの店です。ドン。車がないと行くのはかなり厳しいです。長電バス志賀高原山の駅から車で11分くらい、長野市街だと車で1時間15分くらいのところにあります山の内大正軒さんにお邪魔してます。今までね、すする TV で訪問した中でもトップクラスの、まあ、山の中にあるお店というか、長野市街というか長野駅からもう1時間何分かかるっていう場所なんで、もう周りもねこんな感じでもめちゃくちゃ山山山なんですよ。景色もねめちゃくちゃ良くてすごく気分がいいんですけど、こんな中ですすりに行くのが山の内大正軒。この山の内って場所自体が、あの東池袋大正軒の創業者、ラーメンの神様と呼ばれる山岸和夫さんの出身地らしいんですよね。そんな大正軒のゆかりがありまくりな場所に存在するのがこの山の内大正軒ということで、果たしてどんな一杯がいただけるのか、そしてすすりは盛りそばをすするのか、それとも中華そばをすするのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。めっちゃ楽しみなんだよな、正直。早く行こう。さあ、というわけでね、道の駅、あの志賀高原っていうか、マジで景色いいですよ。本当にここら辺景色がすごい、久しぶりにこんななんか大自然というかね、あの触れられることができてて、ちょっと感動してますね、正直。はい、というわけでこんなね素晴らしい景色を尻目にね、皆さんからのコメントも読ませていただきます。教育とは恐ろしいもので、食事を残すなと言われ、スープまで飲み干すと高血圧になり、残すとフードロスで罪の意識に苛まれる。ラーメンのプロはどう対応しているのでしょうか、ということで、いやどうでしょうね、でもやっぱ自分の健康というか体が第一ですから、自分がしたようにするのが一番いいですよ、本当に。僕は飲みたいなと思った時は飲むし、もう飲めないなと思ったら飲まないし、まあある意味自己満の世界ですからね、その会員するかどうかみたいなところも。ラーメン屋さんにもよく言われたりするんですけど、まあ、スープは飲みすぎないように気をつけてねとか、すする君まだ若いからいいかもしれないけど、あの年いったらね結構本当に高血圧とかになっちゃうよみたいな感じで、体を気遣ってくださる店員さんもいらっしゃるっていうところもあるんで、まあ、僕はやっぱね、ラーメンと長く付き合っていくために健康的にラーメンをすすりたいなと思ってるんで、まあどうだろうな、でもいずれ会員とかできない体になってしまうのでしょうかね、本当に。10年後が楽しみであり恐怖でもありますね。はい、政治家女子48党から声がかかったと聞きましたが、どういう日本にしていきたいと考えますか。575でお願いします。なるほどね、こういう政治的な話ですか。では575読ませていただきましょう。国民に毎日ラーメン食わせます。価格を思うと武蔵屋のラーメンはいい意味で異常。武蔵屋は確かに安すぎる、本当に。お店によっては本当600円とか、お店によってはあれ統一価格なのかな、600円でライス無料でしょ、とんでもない価格でやってますよね。まあ、もちろんいろんな企業努力があってのあの価格、そしてライス無料っていうところだと思うんですけど、武蔵屋は確かにねすごいね、てかすごすぎるなマジで。まあ、全国に展開してるチェーン店とかよりもラーメン安かったりしますもんね。そう考えると武蔵屋は確かにすごいな。いやもう水とかなんかもう自然に溢れててすごくいい場所、まだ雪すら残ってる。いやちょっとね、ラーメン食べる前からめっちゃ感動してます。もうあの志賀高原がいい場所すぎて、まあ今までね、あのサブチャンネルのツアーとか、まあラーメン食べにでいろいろな場所巡ってきましたけど、トップクラスでいい場所ですね、本当に。普通に旅行とか、まあ僕一応軽くスキーできるんで、あのスキーとかしに行きたいぐらいですか。寒い、雪残ってるからねまだ。そしてなんならスキー滑ってる人いるからね、まだ。どんな場所なの本当に。あれどこだっけ場所、あれ、ああ通り過ぎた、やばいやばい。さあ山の内大正軒さん、ショーケースです。かなり迷いましたが、やはりスキー場ということで、味噌ラーメンチャーシュー、さらにトッピングワンタンとミニカレーをプッシュしました。お店は夏季と冬季で場所が異なり、撮影当初はスキー場内の営業でしたが、現在は志賀高原山の駅内で営業中ですので、お間違いなく。そして今回特別に厨房や製麺所も見せてもらえることになりました。ここで製麺して、冬はあの上の方に持って行ってる。持って行ってます。だから夏はこの山の駅の方で営業なんで、これだってすぐ下に下ろす。これはもう歴史的価値がすごく。やはり山の上ということもあり、水が美味しいと店員さんはおっしゃっていました。麺もスープも山の湧き水で作っているようです。夏と冬でね、また水を使い分けてるみたいです。すごいね。使い分けられるほどこの湧き水がある場所ってのもすごいよね。店を立ち上げて、もう3年になりますかね。今
3年ここで、3年住んでちょうどじゃ あのコロナとかの時期にそうそうの方でってそうですね。3年前にお茶の水大正軒の本店がやってて、はいはい、そこがビルの建て替えに壊れてしまったので、うん、で今はちょうどこっちで料理の勉強というかいろいろ取り組みができるので、うん、東京にいるよりいろいろ研究はしやすいんでいいのかなと。なるほどな。はい、あ、じゃあ常にこうやってな新商品のスタッフも今やってる。いや、やってますよ。はい、いろいろやられてるんですよ。標高が 1600m? 1600もある。今ここで1600あるんですよ。なので沸点が低いから。あ、そうなんですか。やっぱり96、7度までしか上がらないんです。うーん、だから茹でる時間もかなりちょっと引っ張ってるんで出ちゃうかな。なるほどなるほど。長めに茹でる。日本で一番標高の高いラーメン専門店だと思う。以上上にはもうラーメン、まあ、ないです。僕も多分今までで一番来るのに結構大変だって、まあ、いやでもすごく景色が良くて来れてよかったなと思って今回。そうか、あと一個すごい気になったのが、はい、材料とかどうやって運んできてるのかなと思って。あ、だからあのね、やっぱホテルさんとかが一応何軒かあるじゃないですか。はいはいはい。だから肉屋さんやお屋さん酒屋さんはちゃんと運んでくれてるんです。じゃあみんな来るんですね、ここにちゃんと。あ、そうなんだ。あともうそこで洗ってる水とかこっちの水も滋賀高原からの天然水 100% だから。あ、そうなんですね。うん、だから全然このまま飲んでもペットボトルの水よりうまい。あ、でも水道水がもうそもそもうまい。そうそうそう、はい、めちゃくちゃいいですね。水がうまいとなんか美味しいって言いますか。そう、結構如実に違いますね。あ、本当ですか。東京でやった時と全然やっぱり違う。水がラーメンに与える影響はかなり大きいようで、だからこそその場所でしか食べられない味があるんだなと実感。しっかりとスープが中華鍋で炒めて作られており、厨房内に香ばしい香りがムンムン漂う。気がつけばすっかりお腹もペコペコで、着々とラーメンが作られていく様子をただただ眺めて待っていると完成したようです。はい、すいません、いただきます。はい、いただきます。こちらが山の内最上軒さんの味噌ラーメンチャーシューにワンタントッピングです。はい、トッピングをフル装備で注文したので見た目からしてかなりのボリューム感。白味噌をベースにした味噌スープに所狭しとトッピングが配置され、麺がほとんど見えないぞ。食べるのがめちゃくちゃ楽しみです。いただきます、味噌スープから。あ、まろやかでうまい。うん、おお、大正軒の豚魚のスープと味噌が合わさるとこんな感じなんだね。うん、信州味噌を使った甘みのあるスープであっさりはしているものの、動物系と魚介系を合わせた大正軒らしいダブルスープの味わいは感じられます。さあ、お次は麺とご対面。最高にうまそうだな。よっしゃ、そうする。ボラン、大正軒らしい中太ストレート麺はすすってみると見事なツルツルもちもち食感で、この麺うめい。ボリューム感もしっかりで、デフォで茹で前 200g はありそうな盛りの良さがあり、山岸マスターの DNA を感じられるもの。山岸和夫さんの出生地である、そして日本一高い場所ですする大正軒は、なんとも感慨深い気持ちにもさせられ、旨味を探しに行くような感覚でどんどん食べ進めていきます。さて今度はチャーシューいってみましょう。程よい美味しさで肉質しっかりしつつジューシーで美味しいノスタルジックな雰囲気を感じさせるもの。そしてお次にワンタンを食らってみると、かなり強めのもっちり感で厚めな皮の美味しさも楽しめるもの。ワンタンも皮からしっかり包んでるらしいですか。結構厚めですよね。あっさり白味噌スープも絡ませて麺との対比を楽しんでいきましょう。てな感じで食べ進めていくと徐々にスープの旨味が強くなっていき、味噌味をガツンと感じられつつベースのスープとのバランスも良い味噌ラーメンへと変化。クレッシェンドっぷりが半端なく、ボリューム感があるので飽きさせないために最初はあえてあっさりとした口当たりにし、徐々に旨味が全体に馴染んでいくような作りにしているのかもと、計算された美味しさも考察。そしてさすが大正軒といった満足感も同時に得ていきます。うん、なんかどんどん上手くなっていくな。最初優しいかなと思ったけど、うん。それではそろそろカレーいってみましょう。うん、カレーもいいな。スキー場ですぐカレーうまいからな。お
茶の水大正軒を彷彿とさせるもので、山岸さんにレシピを伝授してもらったという大正軒のガンダーラ味。ラーメンスープを使ったドロッとしたルーが白米と絶好の相性で、味噌スープと合わせて食べるとより旨味が倍増するような気がします。スキー場の味噌ラーメン、スキー場の味噌ラーメンといつも言っていますが、スキー場のカレーもいいですね。というわけで、可愛いナルトもパクリと食らって、そろそろ縁もだけだわ。一部のラーメン好きの間では、ラーメンの歴史が探訪できる場所としてよく知られている山内大将軒さん、スキー場内で食べる味噌ラーメンは地元すらも思い出させてくれて、味だけでなくロケーションや雰囲気込みでいいお店だと思います。最後にはどっしりと味噌が構えたスープとカレーを合わせてバクバク食らい進め、この後スキーを一滑りできたら最高なんだろうなと考えながら、そういえばスキーって何年くらいやってないんだろう、そうだ子供が大きくなったら一緒に滑りたいなと、いろいろ考えているうちに本日も完食です。大変美味しくすすれました。最高峰の場所ですする大正軒の歴史を感じる一杯でした。それではごそれ。いやめっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。いや山内大正軒さん行ってきたんですけれども、うまかったですね。そしていや本当ね、環境がめちゃくちゃ良かったですね。やっぱあっちの良さとかその周りの風景の良さで言ったらね、個人的にはやっぱ、まあ、コンピラ層がね本当にすごくいい場所で、風景とかすごい良かったんですけど、いやもうそれを超えるんじゃないかっていうぐらいの立地の良さ、そして風景の良さ、もう本当に自然を満喫できるラーメン屋さんっていう感じで、めちゃくちゃ良かったですね。味の方も大正軒らしくこの豚骨魚介のスープをベースにしつつ、滋賀高原でね寝かせたという特製ブレンドの味噌だれを使用してて、海がね結構白かったんであっさりしてるのかなと思ったんですけど、最初の方はね結構優しい味で、でも食べ進めていくとどんどんこうコクと旨味がこう徐々に出てくる感じで、最後にはめちゃくちゃ美味しい味噌ラーメンに仕上がってて、クレッシェンド的にこう美味しさが上がっていく感じを体験することができました。そしてですね、麺もあの製麺所まで見せてもらったんですけど、もう製麺機がねもともと代々木大正軒で使われていたものらしく、実際に山岸さんも使っていた製麺機を今も使用してるみたいで、まあ、やっぱり歴史の話を聞くとこう何か知らないけどなんか麺が美味しいように感じるというか、まあ、実際麺美味しい麺だったんですけど、より麺を美味しく感じられましたね。いや今回ね山内大正軒行けて本当に良かったと思ってます。だから滋賀高原って今まで人生行けたことなかったんで、こんな素晴らしい場所が日本にあるのかと思って、ちょっとまた来たいですね。まあ、夏でも、まあ、冬スキーするしに来るでもいいですけど、いや滋賀高原ちょっとめちゃくちゃ良かったですね。まあ、個人的にはね今までそのサブチャンネルのツアーとかでね行った場所の中で、あの仙台の松島とかもすごく綺麗で思い出に残ってる場所なんですけど、いやこの滋賀高原もねちょっと心に深く刻んで、いずれなんか家族とかで来れたらいいなと思いましたね。めちゃくちゃ良かったですよ。本当におすすめです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、山内大正軒さん、滋賀高原最高や、マジで旅行で行きたくなるぐらい素晴らしい場所でした。